は野の氏家、し野隆氏家のかしから1922年8月29日は、明治、大正時代の官僚、政治家、司法大臣、宮内大臣などを歴任した。一回、君党、借位は、正二位、君一党支爵。母所は、永平寺東京別院長瀬寺。1850年10月、非全国小木軍うしずに、小木藩氏。 横尾新井の長男として生まれた。小木半校工長官、大学南校などに学び、1873年、司法省に出資する。1881年、広島市審裁判所長に就任。その後、司法省参事官、京都地方裁判所長、大新院判事、司法書記官、函館高訴委員長、東京高訴委員検事長、司法次官、 司法総務長官などを歴任した。1903年、第一次、桂内閣で司法大臣を務める。1906年には、貴族院議員となった。1907年、日露戦争の功労として、男爵を授けられ、家族に劣した。1911年には、東宮大部として、宮内省に転じる。1912年に、東宮自住長を兼任。 1914年4月9日に、宮内大臣となったが、これは、証券交代後法御の当日という極めて異例なものだった。これは、前任の渡辺千秋宮内大臣の汚職が発覚したためであり、交代後法御発表前に、宮内大臣を変える必要があったためであった。1917年には皇によって死尺に上った。しかし、宮中に強い影響力を持つ元老。 山形ありともとの関係は良くなく、波多野は山形が無理を言ってきて困ったと回想し、山形も波多野の下では事務運ばずと不満を述べている。1920年6月19日に波多野の辞職が発表され、新聞報道でも寝耳に水と驚きを持って迎えられた。山形は5月15日に行われた後続会議での失態を取り上げており、これは 皇族の親戚効果問題における皇族からの反発を抑えることができなかったことを指している。この機に山形は松方正義、西恩寺金持ちらとの言論と共に辞職を勧告。畑野もすぐにこれに応じた。山形は辞職後に数密顧問官とする方針を伝えたが、畑野は断っている。原高氏は山形が自派で宮中を独占するために、 はたのを辞職に追い込んだとみている。国宮良子女王の四季異常問題が表面化すると山形が皇太子妃を辞退させるためにはたのを辞職に追い込んだという観測が見られるようになり、倉富雄三郎も原因の一つではないかと推測している。1922年73歳で死去。正二位、訓一等旭日東下大受賞が贈られた。 丹波の戦国武将である旗野氏の一族、旗野隆史隆の末裔にあたるという。祖先は戦国時代に非善の竜像をお辞し、鍋島氏に仕え、小木鍋島家の家臣となって横を称していた。隆史家は生を旗野に服した。家徳は次男の旗野二郎が継いだ。二郎は海軍軍人で、後に貴族院議員を務めた。三男の慶三は、 実業家となった。高史鹿の孫世代には、廃人の旗の宗派、学習委員長の旗の幸雄がいる。小木町長や佐賀市長を務めた野口義武は、高史鹿の実定にあたる。他、次女の秋は、内務官僚の金森桑太郎に嫁いだ。ありがとうございます。